ワロッタウンの住民が危ない。助けを求める声。行くぞ、正義の味方ジェットレンジャー。見て、リトルちゃん、またジェットレンジャーが大活躍する。そうですか。見て見て、ジェットレンジャー街灯を曲げて走りしちゃった。街灯の数と密度を考えるとですね。よし、そうだ、いいぞ、行け。シュー、ジェットパックでロケットみたいにひとっ飛び。来週もジェットレンジャーのウルトラアドベンチャー絶対見てね。その日はね、さらばジェットレンジャーの仲間たち、ジェットジェットジェット。オーマイプリン、すごい、嘘みたい。確かに嘘みたいです。ジェットレンジャーのやってること科学的には不可能です。ジェットレンジャーみたいになれたらいいな。キューブタウンにもヒーローが欲しいよね。でもあれはテレビの中のお話です。ヒーローなんてかっこよさそうですけど、なるのは大変です。わかってるよ。ヒーローのコスチュームがいるな。また後でね、リトルチュー、僕やることがあるから。すごいこと。嫌な予感が。もう大丈夫、正義の味方ペコレンジャー参上。ジェットパックでひとっ飛びだ。いや、ジェットスプリングでひとっ飛び。困ってる市民をあっという間に助けるぞ。ペコレンジャー出発。これでいいであります。音がおかしいであります。こんな風になるはずよ。こんにちは、ペコラ、びっくりしたであります。これはすまない。私こそペコレンジャー、キューブタウンのヒーローなり。あ、そうでありますか。それで何の用でありますか、ペコレンジャー。リトルチューを探している。このコスチュームを見せようと思った。リトルチューは出かけたでありますよ。ああ、ではドクターチュー、助けてほしいことはないかね。なら発明を手伝ってくれるでありますか。これはゴミ圧縮マシンであります。大量のゴミを圧縮して小さなキューブにしてしまうであります。でもちゃんと作動させるにはダブルスクリューという部品がいるであります。それがないと詰まるであります。キュービックシティに行って最後の一つを買ったのでありますが。そうなんだ。ああ、よかったね。それがよくないのであります。キュービックシティから帰ってくる途中、調子に乗ってマッドマウス号を回転飛行させたらその時スクリューが落ちてしまったのであります。あれがなかったらゴミ圧縮マシンは役に立たないであります。では僕のスーパーパワーでゴミを小さいキューブにしてほしいってことかな。いや、スクリューを探してほしいのであります。ヒーローはスクリューなんか探さないよ。誰にでもできるじゃん。はあ、申し訳ないが、スーパーヒーローを必要としているものが他にいるので。ペコレンジャー出発。99,999,100万。もういいかい、探しに行くよ。どこに隠れてる。こんにちは、いきなりびっくりするじゃん、マイカ。何探してるの。ツネ吉を見つけようと思って。ツネ吉いないの。やった、万歳。いや、それは大変だ。でも大丈夫、ペコレンジャーにお任せあれ。でもあっという間にツネ吉を見つけて連れてきてあげよう。ペコレンジャー出発。でも、かくれんぼやってるだけだよ。ここなら絶対見つからない。やった、見つけた。嘘、なんで。ペコレンジャーのジェットアイは何でもお見通し。ずるいよ、それずるだ。ペコレンジャー大活躍、また人助けをしました。いいことしてもみんながキャーとか素敵とか言ってくれないとつまんないや。それじゃあアートフェスティバルに行けば大勢人がいるよ。ああそうか、情報ありがとう市民よ。いいよ、早く行っちゃえ。皆さん、それじゃあ今から出品作の審査を始めます。審査員はスラリーよ。自分の像を作ったの？空き缶使って。その通り、ツナとみかんの空き缶1000個使って作ったんだ。
積むのに何日もかかったん。まさか一人で食べたんじゃないわよね。役者おばさん、まだ書き終わってないなら後でまた来るけど。これで完成よ。タイトルは洗いたてのパリパリシーツ壁画なの。そう、壁画ね、とっても明るい感じ。さあ、ペコレンジャーの助けが必要な市民はどこにいるかな。メロンピラミッド。高く積めば積むほど評価も上がるぜ。もう少しだけのに届かねえ届かねえ届かねえ。あは、スーパーヒーローに助けを求める市民の声。もう大丈夫。おっと、ペコレンジャー参上。やあ市民よ、私がてっぺんにメロンを乗せてあげよう。ああ、いいけど、でも気をつけろ。スーパーシュート、ファイター。ありがとう、ペコラ。ペコレンジャー大活躍。うわー、危ない。片付けるスーパーアイディア考えてくるから。ペコレンジャー出発。みんなで頑張ったのに、お祭りがめちゃめちゃだ。どっか静かなところでスーパーアイディアを練るとしよう。やった、ペコレンジャー、てっぺん目指して登るぞ。ふう、木登りってやってみると大変。これでゆっくり考えられるな。スーパーアイディアはと、ダメだ、浮かばない。うちでプリン食べてパワーつけよっと。うわ、怖い、目が回っちゃう。やっぱり登らなきゃよかった。降りといて。ありがとう、バシャットさん。なんでここだってわかったの。噛み食った博士が見つけたんだ、望遠鏡見てて。どっかに誰か困ってる人いないかいつも探してるの。本当に、それって本当のヒーローみたい。ヒーローのコスチュームは着てないけど、高いところ登るの怖くないの。訓練してれば楽勝だよ。何でもやってるしね。バシャットさんたちみたいなヒーローになるには何年もかかるんだ。ヒーロー？俺たちが？だってこれが俺たちの仕事だもん。本当のヒーローは自慢しないんだね。研究所のヒーローに落とし物を届けなくっちゃ。これで完璧であります。あはー、成功であります。ペコラのおかげだ。よくスクリューを見つけてくれたであります。運が良かったんだよ。最初から探しに行ってればよかった。やあ、ペコラ、ヒーローごっこはどうなったですか。キューブターンにはヒーローが大勢いる。僕が気がつかなかっただけ。そうだ、アートフェスティバル行こうか。ああ、中止になったそうです。原因はスプリングとかなんとか。うん、そっか、僕がめちゃくちゃにしちゃったからな。ドクターチュー、ゴミ圧縮マシンテストするんでしょ。うん、そうでありますね。何か思いついたことでもありますか。やった、これで全部片付いた。すごい、僕の空き缶1000個もこの中に入ってるの。
おいらのメロンもパリパリシーツも、はあ、これでコンテストも一等もなしね。ごめんね、みんな全部僕がいけないの。ちょっと待って、嘘、何これ。うん、緊張感があるわよ。カラフルだし、素材もバラエティに富んで、ラインも綺麗。皆さんのアートを結合させたこのキューブが一等です。おめでとう。本当？じゃあペコレンジャーはもうなしですか？もうやめた。カッコつけるだけじゃヒーローになれない。それにヒーローじゃなくたって別にいいもん。とにかくみんな許してくれてよかった。ああペコラ、これこんななっちゃってるんだけど誰の仕業？ペコレンジャー？いややっぱりダメ？